ビアフライトです。ビールの組み合わせというやつです。6種類選べます。ここは漢字で書いてあるやつが全てこのブルワリーが作っているものです。7番と14番は、バラストポイントとストーンという会社がアメリカの会社です。12番は違う台湾の会社の台湾のトラ、台風というところのビールです。サイズは2種類から選べます。小さい方が150元くらいで、大きい方が300元くらいです。こんにちは皆さん。今日はあの日本から YouTuber の竹人さん来てます。ビールハムチャンネルの竹人です。よろしくお願いします。今日は台湾の、僕がすごい好きな台湾の、地ビールバーに来てます。今から実際に飲んでいきたいと思います。じゃあまずあの僕がおすすめの1番の花々世界アメリカペールエールをぜひ飲んでいただきたいです。1番の、はい、アメリカンペールエールって言ってアメリカのホップを使ったすごい飲み屋、華やかなペールエール、でも製造は台湾です。あ、なんだ、飲んだことないビール、なんだこれ。フルーティーで結構飲みやすい。日本のビールキリンとかと全然違います。どうしてるビールの味だろうな。まず色が全然違うっていうのもありました。いただきます。美味しいです。美味しいです。アメリカンペールエールです。一番。じゃあ次3番ですね。3番は、WIPA の、二重の花候補みたいなやつですね。これもなかなか。WIPA といって、IPA はもともと苦めのビールなんですけど、それをダブルでホップをダブル2倍入れてるので、結構苦い。これは苦いです。これはちょっと苦いかな。これは好き嫌い分かれます。さっきのやつ。これは苦手かな。こんなに違うのか。これは僕が好きな、好きな、これ大好きな。で次はちょっと挑戦したんですけど、ブラック IPA って言って5番なんですけど、あ、黒い柑橘系のやつですね。ではいただきたいと思います。どうぞ。これも番号が映らない。はい、こうしてます。あ、なんかこれも飲んだことない。多分日本で売ってる黒キリンとかギネスとかとは全然違うんですけど、 IPA なのでやっぱりすごいホップの味が強めです。あー、ちょっとコーヒーっぽい感じですけど、ビールっぽくない。美味しいです。僕やっぱり一番のことにアメリカンペールエール。では次いきます。8番はブレイジングワールドホッピーアンバーエールという、この会社のビールではないんですけど輸入されたやつです。では、あ、これが一番好きだ。あ、本当ですか。これが来た。8番、ホッピーアンバーエールです。いただきます。うん、美味しいですね。ちょっと1番に似てる、ちょっと寄ってますね。でも薄くてもうちょっとあのビールっていう感じの味です。美味しいです。では次は12番いきます。12番は台湾の違うまたブルワリーがあって、台風ブルワリーという台湾の虎と書くところの、ブルワリーです。でそこの、コルシュ、KOLSCH というコルシュというやつで、確かドイツのビールだったと思います。ではいただきたいと思います。これなんかすごい。そうですね、多分日本でもよく飲まれるドイツビール。あ、知ってる感じ。知ってる感じ。知ってる感じ。飲んだことあるぞ、うん、いただきます。あー、なるほど。ビールって感じする。確かにすごいキレが、あ、キレというよりなんていうんですか、喉越しにいい感じの飲みやすい。じゃあ14番最後のやつは僕の好きなアメリカのストーンという会社のビールで、アメリカンスタウト、インペリアルスタウトっていう、あの黒ビールですね、これこそ。はい、さっきのブラックIPAよりもっと黒っていう感じで、美味しいです。あー、これ苦手だ。黒は苦手ということですね。分かった、これすごいね、これ一番苦手だ。いただきます。あー、これを強力した感じ。強力ですね、だいぶ。すごい。帝国、あ、インペリアルスタウト、帝国スタウトという名前なんですけど、なかなかちょっと醤油みたいな感じで、キレというか
軽い、なんていうんですかね、すごいのたっとした感じの、なんかなんとも言えない、結構好き嫌いが分かれるような。僕は最近ちょっとやっと好きになってきたんですけど、前は全く飲めなかったです。台湾では最近こうやってクラフトビールの会社がいろいろ盛り上がってきているので、もし皆さん台湾に来たら、もちろん小籠包、マンゴーかき氷とかもあるんですけど、こうやってお昼から飲めるクラフトビールバージャンメンさんにも、もしよかったら来てみてはいかがでしょうか。下に概要欄のところに住所などを、書いておきます。あと竹内さんのチャンネルも下にリンクしておきます。それでは。